デンドロビウムカンディダムの性質と風味の効果、味は甘く、性質はわずかに冷たい。体液を促進指定に栄養を与え、影に栄養を与えて熱を取り除き、肺と腎臓に潤いを与え、視力を改善し、腰を強化します。体液機能、デンドロビウムカンディダムは、主に腺の分泌と内臓の運動を促進する体液機能を持っており、 中国の9つの節のハーブの最初に挙げられています。デンドロビウム・カンディダム、天山雪蓮、三リ人参、天樹霊一年の昭雨、樹霊六十年のポリアキスタン家、新山霊芝、海底真珠東中花草は中国の九大節ハーブとして挙げられています。標高1600メートルの山中の半日陰の岩場に生まれます。主に中国の安貴省、石膏省、 復権症などに分布しています。その茎は薬として使用され、競争薬の影の競争薬に属します。胃に栄養を与え、体液を促進し、影に栄養を与え、熱を取り除きます。そして次のような治療効果があります。1、肺をきれいにして解毒する、現代の医学研究によると、デンドロビウムオフィシナールには、2つのアルカリと1つの糖、様々な微量元素、 アミノ酸が含まれています。その中で、ヒドロキシデンドロビンとデンドロビンの2つの塩基は、人体のペーハートイント用のバランスを調整し、内臓の毒を追い出し、基幹や基幹子の壁に捉えられた様々な表面ウイルスやゴミから黒い墨を形成することができます。インビトロで完全に排出できます。1等はデンドロビウム多頭体で、 その含有量は22.7%と高く、肺をきれいにし、栄養を補い、肺の繊維が細胞の弾力性を高め、肺自体のウイルスに対する抵抗力を高める効果があります。スカベンジャー、ウニ。肝臓と胆脳を保護する、肝臓や胆脳の病気は、肝因の不足と体液の乾燥として現れることが多いため、 デンドロビウムオフィシナールは肝臓と胆のを強化する良い効果があります。3. 腎臓に栄養を与え、エネルギーを十分に補給する。腎臓の影の欠乏は陰欠乏の最も一般的な症状の一つです。デンドロビウムカンディダムは腎臓系に栄養を与え、気、血、精神を補充し、さらに栄養を全身の循環に運び、補助能力を与え、人々を元気にし、 男性機能と女性の卵巣の維持にも非常に優れた促進効果があります。4. 脾臓といに栄養を補給し、消化を促進します。過激結合症は体液不足として現れることが多く、デンドロビウムオフィシナール Y に利益をもたらし、体液を促進します。現代の医学実験では、デンドロビウムオフィシナールがヘリコバクターピロリによって引き起こされる萎縮性胃炎氷剤性胃炎 十二指腸海洋に対して補助的な治療効果があることが証明されています。同時に、デンドロビウムカンジダムの蛍光投与は、胃液の分泌を促進し、胃の排出能力を高め、消化を助けることができます。5、肌に栄養を与えるデンドロビウムカンジダムは、皮膚の熱でによる様々な症状を大幅に軽減し、皮膚に栄養を与え、 多くの歴史的著名人がデンドロビウム・カンディダムを美しさの秘訣とみなしています。6. 筋肉と骨を強化し、リウマチに抵抗します。中年期に入ると筋肉や骨の機能が徐々に低下しますが、これはまさに影と体液の衰えが原因です。デンドロビウム・オフィシナールは、影と体液に栄養を与え、関節を潤滑し、腱と骨を強化し、 関節に栄養を与え、リウマチに抵抗する効果をもたらします。7. 高血糖、高脂血症に対するリハビリテーション補助、臨床研究では、デンドロビウムオフィシナールがインスリン活性を高めるだけでなく、血糖値を大幅に低下させ、血糖のバランスを保つことができることが示されています。現代の薬理学的研究では、デンドロビウムカンディダムにはストレス能力を改善し、 優れた高疲労性と低酸素耐性があり、うっ血症状を大幅に改善し、微小循環を促進し、血管を拡張し、コレステロールとトリグリセリドを減少させ、高脂血症、脂肪肝、心血管疾患及び脳血管疾患。8、腫瘍を抑制するデンドロビウムオフィシナールは、影に栄養を与え、血棒を強化し、内臓に栄養を与え、体を強化し、 基礎を強化することにより、腫瘍の悪性化を抑制する効果を達成します。デンドロビウムオフィシナールは、悪性腫瘍の臨床補助化学療法や放射線療法によく使用され、影と体に栄養を与え、人間の免疫力を向上させ、放射線療法や化学療法の副作用を軽減し、生活の質を改善し、生存期間を延長します。9 目を大切にしましょう。目が鈍いと、特に目を使いすぎている現代の都会人にとっては、目がよく見えません。デンドロビウムカンディダムは、影を養う最初の神聖な製品として、影を養い、視力を養う機能があり、あらゆる年齢の医師から目の治療に適した製品とみなされています。最新の薬理学的研究では、デンドロビウムオフィシナールが老人性白内障の予防と治療、 そして子供の視力の保護に明らかな効果を持っていることが確認されています。もちろん、デンドロビウムオフィシナールを使用している間は、何の躊躇もなく目を使用し、日常の保護が必要であるという意味ではありません。10、睡眠を改善する。伝統的な中国医学では、長期にわたる不眠症の原因は、陰と陽のアンバランス、5つの内臓の疲労。 そして影の欠乏が用の活動更新を抑制できないことであると考えています。影を養う神聖な産物、デンドロビウムオフィシナールには内臓と疲労を補うという奇跡的な効果があり、影に栄養を与え、欠乏を引き締めることで、難治性の不眠症の問題を解決するのに役立ちます。